はい、こんにちは、ペイです。よろしくお願いいたします。今日の動画はセレクション第2弾、登場選手予想&能力予想パリーグ編、やっていきたいと思います。はい、昨日の動画でですね、セリーグの選手たちの登場予想と登場時の能力予想をしたということで、今日はパリーグ編ですね。パリーグの選手たちの登場選手予想&能力予想の方ですね、やっていきたいと思います。でですね、ただいま毎動画チャレンジといたしまして、毎動画高評価数100を目標に毎日投稿頑張っていますので、ぜひ応援の高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では早速本題の方入っていきましょう。行くぞ。はい、ではまずですね、予想していく前にセレクション第2弾の候補選手一覧を見ていきたいと思います。はい、こちらがですね、候補選手リストなんですが、オリックスから山岡投手、山本投手で、ロッテが東條投手、高部選手、松川選手、西野投手で、楽天が安楽投手、松井投手、島内投手で、ソフトバンクが今宮選手、柳町選手、大関選手、甲斐選手で、日本ハムが万波選手、北山投手、伊藤投手で、最後西武がめちゃくちゃ多くてですね、与座投手、山川選手、高橋投手、松本投手、水上投手、増田投手となっております。はい、パリーグの候補選手たちはですね、セリーグの候補選手たちと比べまして、今までの実績がある選手が多いのかなと思っております。はい、では早速ですね、登場選手予想&能力予想の方入っていきたいと思うんですが、まずオリックスですね。オリックスは山岡大輔投手と予想します。はい、山岡投手の登場時予想能力といたしましては、9位から80、76、79の能力で登場してくるんじゃないかなと思っております。はい、山岡投手のですね、今シリーズ8月3日現在の成績といたしましては、6勝5敗、82奪三振、防御率の方が 1.75 ということで、もうめちゃくちゃ素晴らしい成績を残しております。特にですね、防御率ですね、規定投球回には少しだけ届いてはいないんですが、まあ、もし届いていたらパリーグで1位ということで、まあ、今シリーズはめちゃくちゃ安定した成績を残しています。まあ、なので、このぐらいのステータスで出てきても全くおかしくないと思っております。はい、では続きまして、ロッテですね。ロッテの登場予想選手は高部晃人選手と予想いたします。はい、高部選手のですね、登場時予想能力といたしましては、弾道から低弾道、ミート70、パワー61、走力82の値で登場してくるんじゃないかなと思っております。はい、高部選手はですね、今シリーズ大ブレイクしている選手でして、打率2割7分1厘、ホームラン2本、打点25、盗塁が29ということで、現時点のパリーグ盗塁王ですね。で、さらに安打数も102ということで、パリーグで2位ということで、もうめちゃくちゃ大ブレイクしております。なので、通常のものよりもかなり能力が上がって登場することが予想されます。まあですが、高部選手はですね、まだ若い選手で、プロスピエースの S ランクの実装もですね、今シリーズからということで、まあミート型とかミート走力同値を狙えてくるようなステータスでは出てこないかなと思っております。はい、高部選手のですね、選手としての特徴といたしましても、足が速いということがありますので、今現時点でのですね、能力値っていうのはこのぐらいになるんじゃないかなと思っております。では続きまして、楽天ですね。楽天は島内選手と予想いたします。はい、島内選手のですね、登場時予想能力といたしましては、弾道から高弾道、ミート74、パワー78、走力75と予想いたします。はい、島内選手のですね、今シリーズの成績は打率2割8分6厘、ホームラン7本、打点47ということで、相変わらずの勝負強さですね。本当にここで島内っていう感じのバッティングを続けております。で、特にですね、今シリーズは打率が去年と比べましてかなりいい成績を残しているということで、まあ、ミートの数字がですね、上がって登場してくるんじゃないかなということで、この能力値で登場してくると予想いたしました。では続きまして、ソフトバンク。ソフトバンクは今宮健太選手挙げさせていただきます。はい、今宮選手のですね、登場時予想能力といたしましては、弾道から中弾道、ミート73、パワー72、走力73の値で登場してくるんじゃないかなと思っております。
はい、今宮選手はですね、今シリーズ素晴らしい活躍をしていまして、打率が2割9分2厘、ホームラン1本、打点17という成績を残しております。で、打率の2割9分2厘はですね、パリーグ全体を見ても3位ということで、まあ必ずですね、ミートは爆上がりしてくるんじゃないかなと思っております。で、パワーの方もですね、ホームランは1本とそこまで多くはないんですが、二塁打を20本放っているということで、まあ長打力は健在ということで、まあ、パワーの数字もですね上がって登場してくるんじゃないかなということで、まあ、ギリギリ全動値にしてこないこのあたりの数字でコナミさんは出してくるんじゃないかなと思っております。はい、では続きまして日本ハムは伊藤大海投手と予想いたします。はい、伊藤投手のですね登場時予想能力といたしましては9位から79、制球69、スタミナ76の値で登場してくるんじゃないかなと思っております。はい、今シリーズのですね伊藤投手の成績といたしましては9勝7敗80奪三振、防御率が 3.10 ということで、まあ素晴らしい成績を残しておりますね。で、さらにですね7月の成績がとんでもない成績で、今尻上がりで調子を上げているということで、まあ今シリーズの成績ステータス大アップというよりかはですね、来シリーズ以降に能力値がかなり上がって登場してくるんじゃないかなということで、通常からすべてプラス1の査定で登場してくるんじゃないかなと思っております。では最後ですね、埼玉西武ライオンズは山川穂高選手と予想いたします。はい、山川選手ですね、登場時予想能力といたしましては弾道からアーチスト、ミート74、パワー86、走力59の値で登場してくるんじゃないかなと思っております。はい、山川選手のですね今シリーズのここまでの成績は打率2割7分7厘、ホームラン30本、打点64ということで、ホームラン打点でリーグトップの成績を残しております。で、さらにね打率も2割7分7厘ということで、キャリアハイに迫る成績を残しているんですね。まあそういうことも含めまして、ミートとパワーは必ず上がってくるんじゃないかなと思います。さらに個人的な願望といたしましては、特殊能力のですねプルヒッターが連発とかに変わってくれるだけで、この山川穂高さんのですね評価っていうのをかなり上がってくると思うので、まあ、その特殊能力変更も含めてめちゃくちゃ楽しみにセレクション第2弾待ちたいと思います。ではですね、パリーグ6球団の登場選手予想&登場時能力予想の方は以上になります。はい、ではですね、今日の動画は以上になります。はい、ついにですね、あさってからセレクション第2弾が開催されるということで、いや本当にですね、登場選手の能力、登場選手っていうのが本当に楽しみですね。皆様のですね、登場選手の予想やですね、登場時の能力予想などありましたら、ぜひぜひコメント欄で教えていただけると嬉しく思います。では今回の動画は以上になります。この動画が面白かったよ、ためになったよ、セレクションめちゃくちゃ楽しみだよって思った方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンのほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。